まあ、今回ねジャパネット高田の、ね、高田明さんにしましょうか高田明さんあのー、これね、まあ、あのよく日本のメーカーはいい商品だから売れると言いますがいい商品をいくら作っても売れなければ意味がないと、まあ、その商品は何のために作ってんの提供するため提供するためには買ってもらうためですよねいい商品があったとしても誰の手にも届かなかったらそのいい商品で誰のために作ったみたいな話で <laughs> いい商品であるならば、売らないといけないですよね。うん。って話なんで、もうこれは、ま、もうビジネスの世界でい、ね、まあもう、ジャパネットの方もほぼ毎日というか、まあ、やってる、売ってると思うんですけど、僕は高田さんめっちゃ好きでもう引退しちゃいましたけど、まあ、あれね、好きでしたね。だからその動画に関しても、その、まあ、目的と手段なんだけども、これも難しいところで、 例えば、ウグイスパンを食べる動画をアップする。歯磨きをしてる動画をアップする。まあいいんだけども、売れてるのが売れてないのかっていう。まあそれが広告収入だったらまた別だし、まあそれは概念によってまた変わってくるんですけどね。うん。だから僕はビジネス、商品を売ってるので、じゃあその動画をアップして売れるのか売れないのかっていうのがすげえ大事で。で、僕の、じゃあ実際いろんなテストね。 ありとあらゆる動画をテストして僕が言えることは料理動画からでも商品が売れたっていう事実はあります。うん。でもそれはえ料理動画経由だけどもしっかり僕は商品を持っていた商品を売ったっていうところなんですよね。なんかその料理動画にアクセスした人があこの人なんか商品持ってないのかな商品売ってくださいって来たわけじゃなくて僕がちゃんとセールスをしてる商品を持っているっていうところが、まあ、前提であるので。 だからそういただまあいろんな動画アップしても結局売ろうと思えば売れるので、うん、どんなアクセスでもその,めそのアクセスには人がいるわけですからその人に刺されば売れるしねだけどセールスしないんだったらそれは売れないしだってわかんないじゃないですかその人が商品持ってんのか持ってないのか,だから久保さんがすごいなと思うのがもうとにかくね即価塾の久保ですみたいな。即価塾の久保ですみたいな。 もう久保哲郎と即果塾一心同体みたいな感じで、常にね、即果塾は僕はやってますよみたいなことをずっと言ってるんで、で、前その iPhone にね、吉田さんこれ見てくださいみたいな。即果塾っていいでしょうと。これね、写真をセミナーでこう撮るとね、写真をこうやると即果塾って広告出せるんですよみたいなね。写真を撮るときでも即果塾という広告をね、出すっていうね、なかなかすごいなと思いましたけどね、あの時は。 あ,のあ,そあとは、まあ、あの事務広島のあそこの事務所行った時にも「そっか塾!」みたいなねあのそのドアのとこにバーンってね広告みたいなね「<laughs> 僕はこういう商品を持ってます」みたいなね、まあ、知らないと、ね、声もかかんないし「いや久保さんそっか塾ってどういうとこなんですか?」っていうふうに声をかけてもらえる理由って言ってるからですよね言わなかったら分かんないし。 まあ、とりあえずその、まあ、ビジネス商品を売っていくんだったら、まあ、売ることですね。売るために何をすべきなのか何をすべきなのかを考えてやっていくっていうでそれが意味がない動画だ,だとしてもその商品に関係がない動画だったとしてもそこからどう売り上げを上げていくのかどう売っていくのかっていうのを考えて売ればその全く関連性がないものからでも売れるっていうねでも関連性がないから売れない。 っていう思考が停止してしまえばそこから利益は取れないだろうし関連性はないけども人には変わりないよねとでその人はどんな悩みを持ってるのかどんなニーズがあるのかっていうのをしっかり知ればそこに対して供給すればね商品は売れるんですようんまあとにかく、まあ、売るってことですねどんな状況でも売るどんなアクセスでも売るっていう <laughs> まあビジネス的にはこれがめちゃくちゃ大事じゃないどんな状況でも売るどんなやつにも売るっていうね とにかく売るっていうことですね。これ非常に僕は大事だと思いますね。まるだから売れるとかね。まるだから売れないとか。じゃないんですよね。はい。いってらっしゃい。